履いてますよ、ズボンで、そしてズボンじゃない履いてます、そうスカートみたいな。でこういう可愛い服を着るときはちゃんとメイクをした方がいいんだろうなって 思ったんです。でしかも今日、まあ、知ってる方もいるかもしれないんですけど、他の子のルームの配信に行ってたんですね。結構やってる子のルームを行って、あ久しぶりっていう、勝手に画面で会うっていうのをやってて、そしたらやっぱみんなちゃんとメイクしてて、なんかいろんな企画とかで、ひなとかはさモロとか辛いの食べたりとか、髪の毛アレンジしたりとか、チカナはキッチングッズをさ、なんだっけ、説明したりとかしててさ、っていうのやってる中でちゃんとメイクしたりとかして偉いなって思って、私もメイクしなきゃなって思いながら、まつげを上げてリップを塗っただけっていうそしてこの可愛い服を着ているのにもかかわらずメイクをそんなにしなかった。もうね、明日こそメイクをしっかりしようって思って毎日過ごしてて、一日が終わっててね、次の辛いものを食べる土日の配信までにはの時はちゃんとメイクをしようと思ってます。はい、ごめんね、ちょっと肌をいたわりたくて。でもね、私まつげを上げるだけで全然違うんです。こんばんは、こんばんは。そう、まつげを上げるだけで違うからいいやって、自分でまつげ上げて口を塗ればいいやって思っているんですよ。おしもちゃんよよ、はい、こういう時はもう今日も配信するか迷っててどうしようかなって思ってて、どうしよっかな、やろっかな、やらないにしよっかな、やろっかな、やろっかって思って配信したので、何もプランもないですし、ちょっとノリで始めちゃいましたみたいな。メールの写真ってアプリ使ってない？使ってますよ、ゴリゴリ使ってますよ、ゴリゴリ使ってます。はい、皆さんはね、あ、かわいい、何の話したっけ、ノリ大事。そう、ゴリゴリにアプリを使って、アプリを使わないとね、私はメール送れないのでじゃあ今日はちゃんとコメントを読むって決めてるの。だから目が合わないって思うかもしれないけど、ちょっとコメント読ませて。マシこんばんは、こんばんは、目元かわいい、ありがとうございます。マシコちゃん、ヤヒコちゃんをマシラジにぜひね、そう呼びたいって思ってる、思ってるよ、呼んで呼ぶ、どこまで続くかな。いや頑張るよ、今日は頑張る、今日は頑張るって決めてる。かわいいよ、今日もかわいい、ハートありがとう。テラヒナのマッシーの写真かわいいね、もうテラヒナ、ヒナは本当に私のことをねうまく撮ってくれる天才なの。こんばんましこんばんまし、そうもうね、春も呼びたいし、七海も呼びたいし、みんなみんな呼びたいなって思ってる。家系ラーメン食べたいな、ラーメン食べたいな、わかる、私もラーメン食べたいって思ってる。うん、今日もかわいい、ありがとう、あれがかわいい、アバターがかわいい。マッシーとお話ししたいの、お話ししたいね、私もみんなとお話ししたいから今こうやってショールームやってるから、みんなコメントしてね。可愛いという思いが伝わってよかった、よかった、伝わってるよ。夜ラーメン食べたい、いいな、ラーメン食べたい、私もラーメン食べたい。そう、お邪魔しもリレー、ゆなこがねやってくれたの。でも本当にマジゆなこ可愛い、神天才って思って、本当にゆなこって超可愛いですよねっていうのをメールに書こうと思ってたのに忘れてた。そしたらモロがさ、さっき755にあげてくれて、いやもう本当にありがとうみたいな感じです。ぜひみんなにやってもらいたいなって、こういう時にさね、みんなに好かれてるかどうかっていうのが好かれてるっていうか、まあやってあげようってなってくれるかっていうのがね
ね、鍵となっててね、ちょっと私はちょっとやらなければよかったかもなと思ったりとかもしますが、ちょっとみんなに、みんなの愛が私のみんなへの愛が伝わっていることを信じて、みんな誰かやってくれないかなって思ってます。はい、そう、ゆなこ最強、マジゆなこかわいい。今カイリが肩出してるけど、マジで肩出してる。私ね、肩ね、これ出ないんです、肩出ないんです、もうこれ以上出ないの。だからみんなごめんね、期待してるものは出ない。はい、カホキッチンやってほしい。カホキッチンね、検討中です。ゆうちゃんのワキワキ体操、あ、ゆうちゃんのワキワキ体操ね、ちょっと気になってはいる。うん、鎖骨綺麗だよね。そう、鎖骨そうかな。ダメダメダメ、たまに 見るぐらいがちょうどいいですよ。心の目で見て、そのお洋服めっちゃいいね。いいでしょ、可愛いよね。ずっと着たいなって思ってたの、握手会で着ようって思ってたの。だからね、次握手会があったら絶対着るから、みんなぜひ遊びに来てね。肩出しの服大好き大好き大好き、肩出し好きです。あ、星ね、ありがとう。みんなね、ランキングとか見てるよ、ちゃんとね、毎日ねスクショしてるの、イベント、ランキングのところ、壇上というか来てくれたところの画面を、いつもね配信中にやろう、スクショしようと思ってるんだけど忘れちゃって、終わった後にあ、スクショしなきゃって思ってスクショしてます。うん、はい、心の目で見るとマシすぎる。どうすごいのかはまあ聞かないでおきますね。はい、7月握手会行く、待ってるね、その時にはね会えたらいいねって思ってる。もうね、本当に動きたいし、みんなに会いたいし、って思ってるよ。ね。マッチの声聞くとドキドキする。あら、ドキドキしちゃう。それは恋かな。今日は寝落ちしなかった。よかった。でもね、10時とかだからね。なんか今日10時から配信するって言ったら、みんなやったーって喜んでくれたんですよ。10時だとすごい見やすいとか、他のこと被んないから。よくたみたいな、うん、だからたまにやるね。マシモか、マシモだ。はい、カホちゃんの声も好きだって、ありがとう、嬉しい。で、みんなのねモチベがねちゃんと保たれてるか心配なんです。私は会えないから、みんな会えないともうどっかいなくなっちゃうかもしれないんだから、うん、だから忘れられないように私のことをね、推しメンの中に入れてもらえているように、忘れられないように配信とかメールとか頑張ってるんですけど、100から変わったことないですよって、もうその言葉を信じてる、保たれまくってる、夢で会ってるね、薄くなってっちゃうかもしれないけど、もうその時に今会いたくても会えないじゃないの、みんなと私だから、その分会えた時の感動ってすごいと思うし、こうやってたまにショールームで会えると嬉しいなって思うじゃない。そう、メールが届いたりとか供給があると、あ、今日も生きてるってうん、思うじゃない。だからその辺のねバランスをちゃんと保っていきたいなと思ってますよ。うん、ねえ、みんな、で、なんて言おうと思ったのか忘れちゃった。そう、会いたい、やっぱりこういう時はロック画面を私にすることをおすすめしますよ。うん、握手行ったことないけどモチベ上がり続けてる、嬉しい。だからね、下がらないようにねしていただけたらと思いますよ。モバメは確かにありがたい、メール返信してる、そう、ありがとう。そう、あのね、だからね、前まで頻繁にメール返信してくださったりしてる方がパッタリメールが来なくなっちゃったりすると、あれ、もうこの人他界しちゃったのかなみたいな、もう会えないから、いつ会えるか分かんないから、もうとりあえずもう自分のことに集中しようって思っちゃってるのかなとか思ってるんですけど、だからみんな返信して、返信でも755のコメントに残してくれるだけでも私は生存確認できるので、
メンヘラなんですね。いやそんな、全然そんなことないよ、全然そんなことないよ全然そんなことないですよね。会いたい、会えない、そう、メール読んでくれてるのかなっていう気持ちになっちゃうの。私の気持ちは一方通行なのかなって、ちゃんと届いてるのかなって。わざとじゃねえか、違う、わざとじゃないの、もうメンヘラじゃないよ、私はメンヘラじゃないもんうん、はい、メンヘラじゃないんですけど、なんかお家とかカバンの中はマイメロとかピンクで溢れてるとメンヘラだなってよく周りの人に言われます。でもたくさんいただいてます。今日どうして、今日めちゃめちゃちゃんと話そうと思っ、ちゃんと話そうっていうか、コメントを読んでみんなとやり取り、みんなというかあなたとコミュニケーションを取れたらいいなと思って、返信は全部読んでる、読んでる、ちゃんと毎日読んでる、いつも逃さずに。だからね、読んでください、読んでくださいじゃない、返信してください。うん、確実に読んでくれてるっていう。そう、公演とかね、握手会とかって時は結構、うん、今もめちゃめちゃ読んでますし、読んでくれてるのは間違いない、読んでます、コメントも読んでます。え、チカナギいる、チカナがいる、ちょっとめっちゃ、あ、ほんとだ、ヤホーって来てる、ヤホー、ヤホー、チカナ、ヤホー、チカナ、チカナと一緒に料理がしたいなって思ってます。あのお菓子、チカナ作るの得意じゃない、だからチカナと一緒にお菓子作りたいなって思ってるよ。そう、チカナね、あ、さっきありがとう、いやいやこちらこそ来てくれてありがとう、嬉しいよ。そう、私ね、チカナのオムライスの配信作ってるの見て、私もオムライス食べたいと思ってオムライスを作りました。ちゃんとソーセージとかちゃんとチカナが言ってたように用意してやったんですけど、卵がうまくいきませんでしたという感じですね。はい、チカナ親分、そう、チカナと、そう、一人でお菓子作るとさ、あれじゃない、食べ過ぎちゃうからあ、で、あのチカナ、チカナもしいたらぜひカメラに向かって動画を回してお邪魔しもって言っていただくだけでいいので、ぜひ撮って755にあげてくださると私が大変喜びますぜひよろしくお願いします。だるまありがとう、だるまありがとう、見てくれてるかな、ちょっと今コメントね頑張って、あ、これからやるだって、ありがとう、大好き、ありがとう、大好き、ありがとうもうね、こうやってみんなにお願いしていくスタイル、頼みますのでよろしくお願いいたしますっていううん、やった、もうね、なんだろうね、リレーというか挨拶回りというか、そう、や、もうやっていただけ、そう、みんななんかやってくれるかやってくれないか不安で、もうめちゃめちゃ頼んじゃうっていう、なんかやろうとしてくれてるのにやってくださいませんかみたいなちゃう、うん、すごい嬉しいの。だからみんな次の力の配信の時星投げカウントしに行ってくださいいつもおもろいけど、流れちゃった、いつもおもろいけど今日のマッシー特別おもろいわ、だってなんか私も今日めちゃめちゃ饒舌、饒舌っていうの、めちゃめちゃ喋ってるね、なんでだろうね、コメント用、コメントの流れが早いと私の言葉も早くなっていくのかもしれないそう、なるべくコメント、お酒飲んでる、飲んでません、今日はテンション高いね、今日は、え、いつ、そうかな、いつもテンション高くないね、すごいなんかお酒飲んでるって聞かれてるけど飲んでないよ、飲んでないよ、
おうち時間何してる？私はですね、今日は動画サイトを見たり、島クリエイトをしてました。動物の森をやったり、あと今日は混ぜるだけでできる炊き込みご飯っていうやつをだいぶ前に買って、だいぶ開けてなくって、今日こそ作ろうって思って今日作りました。五目か、鶏五目の混ぜるだけで作れるってやつを作ったんですけど、ちょっと3合分の量だったから、いつもね3合分も食べれないなって思ってたんだけど、でももう賞味期限切れちゃうからとりあえず作ろうって思って作りました。半に配信し、半まであと10分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 かな、あと10分ぐらい、うん、配信します。でそう、フレンチトーストも作って、そう、一人で3合は多いからさ、あれなんですよ、もう何日かかることやらかっていう感じで、まだね食べてない、2杯分しか食べてない、お昼と夜に食べてるだけで。冷凍して大丈夫なのかな、食べてる、めちゃめちゃ食べてるよ、心配しないで。そう、リボン可愛いでしょ、何日分だろうね、もう全然いくらでも食べれる気がする。ご飯いけるの、あ、大丈夫なんだ、じゃあ冷凍しよう。まだね炊飯ジャーの中に入ったまんまだから、保温のままだから、どうしようかなって思ってたんです。そう、混ぜるだけだからね、炊き込みで、あとは炊飯器で肉じゃがとかパンケーキとか作れるじゃないですか、チーズケーキとか、だからねちょっと作ってみたいなとか思いながら、うん、保湿すぐに冷凍がベスト、そうなんだ。髪の毛伸びた、髪の毛伸びた、うん、そう、肉じゃがね作ったことないから肉じゃが作ってみたいなって思っています。作ってみたいお菓子、私最近お菓子のレシピをめちゃめちゃ調べてて、でもお家にオーブンがないから、あ、作れないやって断念しちゃうんですけど、でもねチーズケーキが好きだから、私チーズ大好きなんですよ、だからチーズケーキ系を作りたいなって思ってます。でもオーブン使わなくてもトースターでできたりするっていうレシピとかもあるので作りたいなって思ってるんですけど、もう作っちゃったら食べちゃうから食べれない、食べちゃうと大変なことになっちゃうから作れないでいるうん、そうです、電子レンジとかねトースターとかはね結構、うん、あとは結構ねあれなの、手順が多いと心が折れるからなるべく簡単にできるとか混ぜるだけとか、あと洗い物が増えちゃうとちょっと困るからとか、うん、そう、チーズケーキ、フレンチトーストは簡単です、もう私目分量でやったもん、牛乳適当に入れて卵1個割って砂糖適当に入れてパンに染み込ませて、バターがお家になかったからマーガリンをフライパンに敷いて焼いただけ、うん、すぐできた、また食べたいなって思ってる、うん、フレンチトースト簡単なのに美味しいから神だよねっていう。そう、私ね嫌だなって思うのがやっぱりすごい分かると思うんですけど、聞いてて見ててすごい大雑把なところ、ガサツなところがすごく嫌だなって思う自分のところ、自分の中でね、すごい面倒くさがり屋とか、すごいなはしょりがちというか、せっかちというか、メールの返信でマッシーってもしかしてせっかちですかみたいな返信があって、なぜなら写真が結構ブレてる時が多いからっていうのがあって、そう、私写真とかも結構ピッピッピッって撮っちゃうんですよ、この前のたこ焼き配信でよく分かったって言うんです。そうなの、もう写真とかももうピッて撮ってパッて送りたいタイプだから、もちろん自分が可愛く写りたいっていうのはすごい一番大事なんですけど、それよりも
枚数たくさん取っていいものをお届けしたいっていう、うん、そう A 型なんですけど、すごいせっかちだなって思う自分のこと、ガサツで。でも芯がしっかりしてるから尊敬されるし人がついてくるんじゃ、いや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 全然なんですけどね、うん、カメラが原因の時もある、携帯が原因の時もあるんですけど、だいたい後から、例えばご飯食べに行ってご飯料理送られ届いて写真撮るじゃないですか、でお家帰ってから見返すとブレてて何も見えないって時とかも全然あります、うん、いや一回ぐらい確認しろよって思うんですけど、私はそれよりも食べたいっていう感じ、食べたいし写真も撮っておきたいっていうのがあるので、せっかちのところ直したいなと思いながら、そう明日確認しないの、もうカシャッと取ってピッて、うん、いただきますって感じなので、うん、注文もすぐ決まる、あでも決まらない時もある、決まらない時もあるけど、で例えば大人数で、大人数というかメンバーでご飯行ったりとかしてメニュー決めれたりするじゃないですか、大体一番最初に決まるんですよ、でもたまに私が遅い時があるので、みんな決まったら私もうペンピンポン押していいよって言って、ピンポン押して店員さんが来てみんなが注文してる間にもう決断して、あみんな言った、あじゃあ、グラタン一つみたいな感じにしてます、うん、時間を効率的に使いたい派かもしれない、もしかしたら、うん、触覚の長さ違うの、長さはね、あタコありがとう、ちょっとね揃えようと思ったんですけど、ちょっとこっちが出てこなくてやめました、うん、すごい今一気に話しすぎたね、でももう24分か、そう考えるよりこうな、そうなるほどね、そうなんです、スクショタイムでもしますか、かほちゃんの性格ほんと好きだって、ありがとう、マジで30分秒なんだけどね、秒だね、なんかよかった、マシモちゃん、マシモちゃんだよ、理想の娘だって、ありがとう、ハーマッシー、ハーマッシー、かわいい、今日はですね、動画サイト見たりテレビを見たりしてました、今日は何の話しとる、もうコメントを読んで早読みしてる感じです、マシちゃんめっちゃスクショ撮った、ありがとう、いいのを載せてください、職場に欲しいぞって、嬉しい、あなたの部下に、最近誰かに電話した、誰だろう、したけど忘れちゃった、最近マッシーが話すの好きってことしました、おステップアップ1個、マッシー推しへの知識が増えたね、りょマッシーが部下ねえ、 NGT も自宅公演ね、やってみたいですね、今日見ました、パジャドラ公演、眠いけど好き、眠い中見てくれてありがとう、その服メンズありませんか、多分ないかなエクセルできる秘書欲しい、そうエクセル、あとワードも好きだよ、カホさん、カホちゃんの握手に行ったら絶対つられそうありがとう、花束、明日は何して過ごそう、明日こそメイクしようと思っ、あメイクはしないかな、ちょっと分かんない、服は今オンラインで買ってます、
オンラインで買ってますね。美人秘書で雇いたい。美人じゃないけどね、全然美人じゃないですけど。メイク配信はどうですか。あ、メイク配信ね。でも明日ななみするよね。あ、やった、力投稿してくれた、ありがとう、ありがとう。今ので釣られました。ふん、握手会出ましたの、たくさん来たいな。え、聞いてくれるの、こういう配信もいいよね。あ、よかった。私こうやってね、早くコメントを読んでね、話すのがね好きなので。自宅配信めっちゃ嬉しいって。え、メイク配信勉強になるからやってほしいな。本当？勉強になるの。まあこういう女の子がこうやってメイクしてるのかなって思うのかな。うん、俺もお邪魔しリレーやります。え、ぜひやってください。性能は残ってます、残ってる。メールの返事が遅れてごめんなさい、今日みんな返事します。え、ありがとう。まあ無理のない程度にね、時間のある時でいいんですけど、あだけでも返信してくれたら私はとても喜びますので、何でもいい。厚尾ポーズでスクショしたい。厚尾カラオケ配信、あ、カラオケ配信もねいいかもね。お邪魔しても、はい、メールもね送るよ、終わったら配信が。うん、アートがだけでもいいですので。まあ潮だな。お前撮りたくなってきた。読んでくれれば嬉しいですね。今日のかほちゃんいつもに増して可愛い、ありがとう。待ってます、なるべく返信します、待ってます。またあつ森配信面白い、あつ森配信大丈夫、毎回返信考えるの楽しいから、よかった。返信の方も考えてくれてもいいですよ、ちょっとよくわかんないけど。あーじゃ何も伝わらない。いやもうマッシー可愛いの気持ちで、あでもいいですよ。うん、マッシーも優秀、スクショ撮るのも楽しいって。マッシーのおすすめのレシピある、え、なんだろう、ちょっと考えとくね。まだ公演行ってマッシーも見てないな。ねえ、公演始まってね、タイミングが合えばね見てくれたらなと思います。本当にテンポ1メール一文字で熱盛心境報告で全然いいですよ。マシってまだ餃子部、まだというか餃子部やらさせてもらってますね。今日はスクショタイム多めで幸せ、よかった。仕事中マッシーの写真見て癒されてください。あと30分、嘘マジ本当に本当だ。30分だ。じゃあみんな今日も一日、みんなというかそこのあなた、今日も一日お疲れ様。明日もお仕事とかね、リモートワークかもしれませんがね、一日頑張りましょう。いい一日になったらね、それだけでいいので、明日も笑っていこうね。それじゃあみんな、あ危ない、スクショ忘れるところだった、スクショします。はい、これでランキングのところ、ランキングというか見れたのでね。うん、じゃあみんな明日も笑っていきましょう。それじゃあおやすみなさーい。